うっす。というわけで、今夜も毎日おしゃれかわいいセンシルの時間です。というわけで、今回はですね、なんか、最近見かけるようになるのかなみたいな、コーデにしてみました。ねえ、なんかこのね、ジャケット MA1 って言うんですけども、ねえ、これが薄手だったり、長袖だったり、半袖だったり、あとなんかすごいね、モコモコだったり、綿抜いてあったりとか、いろんなバリエーションあるんですけども、ねえ、このシリーズのジャケットがですね、もう、なんか去年、一昨年ぐらいから、みんな着てましてね。ねえ、なんかわかりやすいところで言うと、どこら辺行ったらいいのかな。なんか街でね、歩いてる方見ると、ねえ、結構この上着を見かけますよね。ねえ、とりあえず一着持っときゃ OK じゃねえみたいなね、そんなアイテムになっております。ね、リアルでも MA1 をね買っておくといいかもしれないですよ。なんか出回ってるせいかね、結構お買い得に売ってたりするのでね、これを見てる方がね、あの学生さんとかでもお小遣いで買えちゃうかもしれないぞ。さて、今回はプロフィールを見ていただきましょうね。こちらの方にですね、名前とマイコードが載っておりますので、ぜひフレンド登録よろしくす。そしてこのチャンネルのチャンネル登録もマジお願いしますね。いやー、本当にね、もう彗星のごとく現れた激烈有名 YouTuber にね、目指していこうという感じですよね。ねえ、なれんのかな、なれんのかな、じゃねえよ、なるんだよねえ。いや、夏香さんの動画ね、 YouTube で見てる、知ってる知ってるみたいにね、だってもらうために、今日もですね、暗黒の国を進めていきましょうねえ。暗黒の国、さあ、次誰が出てくるのかな。前回の動画で予想したのはね、かぼちゃ焼きおばさんだったけど、結構歩いてきたけど、ナイトパレードってどこまで続いてるのかな。じゃあ、そろそろステージが見えてくる頃だと思うよ。ステージ？バン、キャー、何？ほら、花火の音が聞こえる。パレードのステージが見えてきたよ。まさかのギャルだったよ。みんな、ナイトパレード楽しんでる？わあ、すっごく派手なギャルがいる。暗い感じの人が多いからとっても目立ってるね。さーて、みんなお待ちかね。ギャルファッションしてますか？ねえ、これを見てる方ってギャルファッションしてるっていう方いたらね、ぜひコメントに書き込んでいただきたい。ねえ、というのも私の人生でね、ギャル属性の方って一番縁がねえと思ってますからね。本当にね。ねえ、本当に一番縁がない人だと思ってる。あらゆる属性の人の中で、人属性というか傾向というかの中で、もうギャル属性の方には一番縁がねえと思ってるもんね。もう、こう、真逆だもんね。コーデバトルインナイトパレードが始まるよ。コーデバトル？ねえ、でも私もね、ギャル雑誌とか読んでますよ。ギャル雑誌結構面白くないですか？この国にもコーデバトルの大会があるの？最初の挑戦者は私が指名しちゃいます。知ってる知ってる。これ私指名されるんだろ？それじゃあ、そこの可愛い子ちゃん、ステージに上がってきて。私とコーデバトルしよう。私？知ってた知ってた。リコちゃん、呼ばれてるみたいだよ。早く早く。マジエモい。マジエモい、この展開。ちょっぱりやべえ。ちょっぱりやべえってなんだ。マジマンジ。いや、でもさ、ギャル語みたいなのって、なんだろうね。女子高生さんが使ってる用語と大して変わんないんじゃね？で、マジマンジとかね。激おこぷんぷん丸はもう古くねえって感じなんだけども。ね、ありよりのあり、なしよりのなしみたいな。あれね、こんな可愛い子ちゃん、この世界にいたっけ？世界規模で？どうしよう、怪しまれてる。まあ、そんなことどうでもいいか。だけど可愛い子ちゃんだからって、容赦しないからよろしく。はい、よろしく。しくよろ。それ、死語じゃね？よかった、大丈夫みたい。それじゃあ、早速、ギャルコーデって言うなよ。モリモリスタイルで勝負だよ。なんだろうね、夜の超コーデといい、ギャルコーデといい。
ねえ、なんか今回のステージっていうかそういう系なんですかね。小悪魔アゲハ系ファッションなんですかね。ねえ、でも今なんかギャル雑誌とかはなんかこうだいぶ厳しい状況らしいですけどね。ねえ、なんかこうギャル系のファッションをこうね志向する方が減っているとか減ってないとかいう話もあるんですけど、どうなんですかね。ねえ、なんかこう女性のねこの着飾りたい感をこう全開にしたのがギャル系な感じだと思ってるんですけれども、ねえ、今回もおすすめことをしてみましょう。これギャルいのかな、まだまだギャルくねえと思うんだけど、ドレスコードギャルっつうのもよくわかんないね。ねえ、ドレスコードのギャルってなんだろうね。そもそもギャルの定義ってどこら辺がギャルなんだろうね。だからゴリゴリのギャルの人ってこう確かにギャルだなってなるんですけど、そのこっからギャルだなっていう最低ラインのギャルってどの辺なんだろうね。とりあえずバトルしていきましょう。カジュアル、フェミニン、いやカジュアルと高っ。とりあえずめっちゃ髪をこう明るくブリーチしているところはまずスタートな気がするね。ギャルは明るくしてなんぼみたいなねところあるもんね。ね、アッシュ系のカラーにしてね。でもそれ以外ってどうなってくんだろう。化粧もまつげもりもりみたいな。でも最近はまつげそんなに盛ったりする風潮ないよね。まつげエクステとかね、あのアイラインか。でも最近はアイラインってこう完全に全部塗ったりしないよね。上だけとかだったりするもんね。さあ今回服ないのかな。あ、 A ランクだもんね。いやーギャル服取れるかと思ったんだけどな。キャーショック、もうなし寄りのなしだよね。可愛い子ちゃんに負けちゃった、マジマンジ。でもそのモリモリギャル魂最高にあげ、手にあげって古くね。いやでもこういう用語ってさ、もうちょっと経ったらもうすでに古くなってるからね。ねえ、もう多分ね、マジマンジも使われてねえかもしんないよ。褒められてるのかな。そのコーデで歩いたらきっとモテモテだよ。変なのに捕まらないように気をつけてね。わあ、さすがリコちゃん、すごい拍手だよ。こんなにたくさんの人の前でバトルするの初めて、恥ずかしい。本当に遊戯王みたいになってきたな。デュエルマスターズとか。ねえ。俺はこの MA1 のジャケットを召喚してターンエンドだ。だけど、みんなに私のコーデを気に入ってもらえたのなら嬉しいな。ギャルい人もこの後出てくることはないんだろうな。だってクルス教授ね、前にセンシル今までのシリーズに出てきた人クイズねの答え第1弾はですね、クルス教授っていうですね、あの秘密のアトリエを探す途中に出会った多分ね、はっきりは言われてないけど、このリコちゃんが通ってるセンシリア学園ね、ファッションの学校の教授なんだと思うんですけどもね、クルス教授さんでしたね。なんですけれども、その後全然出てこない。その後だってまだ出てきてないもんね。どうなのかな。でもストーリー進めてったら後々こうオールスターみたいに出てきたりするんじゃないのかな。まあよくわかんないんですけども出てくるかもしれないよね。ねえ、あの胸のほくろを見たら思い出すかもね。ねえ、ほくろある人はクルスさんだよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。ねえ、今日はここまでです。さあ次どうなっちゃうのかな。ギャル出てきちゃったもんね。夜の蝶が来てギャルが来たから次どうなのかな。全然わかんないね。着物系に寄ってくんじゃねっていう予想ねえ。次どうなのかな。そしたらまた次の動画で。